インド洋沿岸のダルエスサラームからキゴマまでタボラを経由して鉄道路線の中央線で結ばれている。タンザニアの鉄道路線の概略図。西端にキゴマ、途中にタボラ、そしてタンザニアの首都のドドマ、インド洋岸のダーエスサラームと路線が続いている。なお、地図には表示がないもののキゴマの北の国境線がブルンジとの国境である。また、 やや見難いものの、木駒から南西に、タンガニイカ湖を渡った先に、薄く書かれた線が、ベンゲラ鉄道の路線で、それが、タンガニイカ湖に接している場所に彼見は位置する。近隣の都市としては、南に約10キロメートルに位置する、ウジジが挙げられる。ブルンジ国境にも近く、また、タンガニイカ湖対岸の今後ミニ主共和国国境にも近い。なお、ゴマには、 港が存在し、タンガニーカ湖沿岸の主要都市との間で、旅客船や、貨物船が運航されている。タンガニーカ湖西岸の今後民主共和国のカレミエは、ベンゲラ鉄道が到達しており、木駒からカレミエと渡航すれば、さらに西へ向かえる。木駒港2002年時点での木駒の推計人口は、約13.1万人であった。なお、 これは、木駒州の東隣のタボーラ州の州都であるタボラの2002年時点の人口とさして変わらない。木駒付近は内陸交易路上の集落として発展した。もっとも、当時は、宇治寺がこの付近の交易の中心地であった。19世紀には、アフリカ東岸で行われていた奴隷貿易の大規模化に伴い、この地域にまで奴隷狩りが及んだ。 1858年には、イギリス王立地理学会から派遣されたバートンとスピークが木駒に到達した。19世紀後半には、探検家のリビングストーン、スタンリーがこの地を訪れた。その後、植民地時代に鉄道が木駒に達し、それによって、交易の中心地が宇治ジから木駒へと移動した。なお、1961年のタンザにアドクリスまでの、 間、木駒も含めて、植民地支配下に置かれた。参考までに、タボラの2002年時点の推計人口は、約12.7万人であった。AB、プロジェクションズ・プロビンシャルズ・リアジャスティーズ・ユナイテッド・リパブリック・オブ・タンザニア。うん .org、デパートメント・オブ・ピス・キーピング・オペレーションズ2021年8月6日、閲覧。AB、二宮書店編集部。 データブックオブザワールド P292 の宮書店2012年1月10日発行 ISBN 978から4から817603586ありがとうございます